皆さんこんにちは。寒さも厳しくなってまいりました。お元気でお過ごしですか？季節と同様、森羅万象、歩く先に悲しみや切なさも、柔らかく優しい春が待っていることを信じたいと思います。私は今年の限られた時間を大切に工夫することを意識して、日々目の前のことに心を込めてまいります。今日は昨年の午後のひととき、オカリナコンサートでセッションさせていただいた好きな一曲、カーペンターズの遥かなる影クロストゥーユーを動画編集することができました。このコンサートでの演奏曲はソロ演奏以外は全部選曲してくださった曲で、楽しみでワクワクしながら練習に取り組んだのですが、この遥かなる影は吹けば吹くほど大好きになっていくのでした。曲をしっかりと知ったこと、そしてこのカーペンターズのカレンの歌声がずっと小さい時から耳に残っていたからこそと感じました。本当に癒される、もっともっと聴きたくなる歌声です。今回を機にカレンをというよりも、兄弟の家族、特にお母さんのことをたくさん知ることができました。カレンの最後はとても痩せていて、ご病気だったことは有名で私も知っていましたが、まさか想像もつかない環境だったこと、驚きました。ただ有名で忙しいだけでのストレスではなかったのです。どうして重く長い間の摂食障害と心臓が限界まで達するまでの体の酷使だったのか、歌声からは想像もつかず大変ショックでした。普通の天真爛漫な女の子カレンは、すべてにおいて家族、特にお母さんに理解してもらうことはなかったようです。もともと明るくて活発で、外で運動することや、初めて好きなドラムに出会ったカレンを、女子は主婦業ができていればよい、女のやることではないと言われ、それに加えてお兄さんのリチャードの力しか信じていなかったというよりも、カレンを認めようとしなかったお母さんだったそうです。カレンが亡くなるまで一生涯カレンを認めることはなかったそうです。クロス・トゥ・ユー、この遥かなる影をカバーしたことをきっかけに、レコード会社のとても力のあるマネージャーさんが2人のプロモーションを買って出て、一気にスターダムに上り詰めたそうです。そして見た目の太さが気になってきて、過度のダイエットプラストレーニングを始めたそうです。本当はバンドの後ろからマイペースで歌うことが好きだったカレンを前で見たいというたくさんのお客さんの要望に一生懸命応えようと、ストレスが激しく増大したようです。結婚も周囲の希望と自分の希望との狭間でうまくいかず、さらに兄弟が建ててあげた両親の家に行っても、カレンの買ったお土産の洋服をお母さんは興味も持たず、すぐに片付け、カレンをないがしろにする癖は変わらず、亡くなるまで治療もお母さんから認められなかったそうです。本当に悲しいあのカレンのお話でした。私はこんなことを知ることになるとは思ってもいませんでしたが、あの素敵なカレンの声の歌をまたオカリナで
吹きたいと思いました。